はい、前受け荒いになったんですけど、誘導ロシーいけるかどうかですね。井出が、あの、4番の白石をさばけてるんで、動けるかですよね。動いたら偉いですけど、まあ、1射さばけて4着、3着は拾えそうな状況なんで、動かないっていうのも選択でありですよね。そして中段4番手には3番の井出、追っていくのが5番の梶原。今何周のこれ、まだ一緒最高峰4番の一緒今のところは動きません。ああ、誘導下ろしいかないですね。やっぱり井出がこれだと新井は絶好ですよね。もう212がかなり絶好じゃないですか。捕まえたかなこれは、さすがに。白井も、白石も動きたいんですけど、長いですよね、まだ距離が。ここから井出のアタック、合わせて踏んでいくと、外並走で、外競りですね。6番選手のところをさばけるかどうかっていうところですが、さばけなかった、ここでいくか、6番選手のところ。これをしのげるか、うまいね。ブロックはうまかったけど、脚力が違う。もう一回いった、6番。すごいね。取ったらすごいよ。さすが無理か。これで 1,2,3 あたりになるのか。 1,3 にはないけどね。おお、 2,1,3 か。 2,1,3 すかね。トイレ来て。ここも固い決着ですかね。やはり固く収まったと。 1,480円。それではこのレース VTR でご覧いただきます。2番の新井、正攻法から最終的にかける展開となりました。追い上げてきた3番、井出に合わせて縦に踏んで、2番の新井、そして最後の直線コンパニーを派遣しまして、そういう仕事してるんですか、カンパイさん。角度を変えたスローリングでご覧いただきましょう。ハッチャーヘリコプター準備しますか。いや、ヘリは無理っすよ。振り切っておりますか。そして続いて1番の星野でラインのワンツー。沖縄に蹴りは無理でしょうね、物理的に。3番のイゲとお伝えをして、はい、213ですね。213で1180円の的中。的中した方おめでとうございます。とりあえず1本ですかね。さあ、2番の長谷部がじわじわと動いていくと。さあ、2番の長谷部が佐野を抑えて止まりました。中段で7番佐野を封じ込めていきます。2番の長谷部で、で佐野が順番来て動くと。2番の長谷部が一度切るような形で佐野のアタックですかね。これは入れて4番手がいいんじゃないですかね、長谷部としては。はい、小田倉追い上げなくていいのかというところですけどね。追い上げますか、とりあえず。あー、ちょっと今6番のブロックが効きましたね。これで小田倉はアタックせざるを得なくなったと。2番選手が絶好にはなったんですけど、佐野も玉砕でも覚悟を決めていくと。ここで援護をして1号なんてのもありそうですけど、ちょっと今は2番がチャンスですかね。今の盾が出てきそうな感じではあるんですけど、島野がアシスト援護。さあ、長谷部のアタック、これがどれぐらい出るか。1番選手は余裕ありそうですけどね。5番選手は足は残ってそう。さあ、1番選手が張っていく。215あたりにならないか。うん、152だとちょっと安いんじゃないかな。大丈夫かな。あー、152は安いっすね。51倍、これ足りないんじゃないかな多分。非常にいい仕事を何度も見せました1番の島野浩二。それではこのレース VTR でご覧いただきます。6あたりが突っ込んでこないとちょっと厳しかったですかね。 51.1倍なんでギリギリ落ち絞りされたかもしれないです。おっつりなくしてどうかのところはあるんですけど、最終的には返す刀で1番の島野浩二、そして5番の隅井月。角度を変えたスローリプレイご覧いただきましょう。やはり佐野の玉砕はありましたね。佐野の玉砕はあった。そしてあとはまくった2番の長谷部、1番、5番、2号には多分、あ、1号にありますね、39枚。これえぐいな、20% 下落してるわ。20% 以上ちょっと下落してる感じですね、えぐいな。5110円ですけど、一応的中ですね。あれ、購入した時60倍は超えてるはずですけどね。決定。まあいいや、みんなゴリゴリいったというところでしょう。1号にはあんま売れない目だけどな、締め切り間際に。これは的中した方も多いんじゃないですかね。的中した方おめでとうございます。はい、クスノが前から様子見て、とりあえず7番選手入れて帽子が切り替えていく。帽子前出ますかね。帽子前に出たらこのタイミングでクスノも行くんじゃないですか。行きましたね、やっぱり。これで2634になるのかというところですけどね。はい、やはり行きましたね。クスノは後ろついてますからね。これで帽子は4番手を主張していくという感じでしょう。2163475、レース終わったんじゃないかな。
楠田もスローで流してますよ。うまいですね、この辺は巧みに集中してますね、楠田も。はい、絶好じゃないですか。さあ、やっと1点買い来るか。1、2、6、1点買いの準備はできたぞ。さあ、ここから宿口の腕の見せ所ですね。後ろ見てますね、宿口。あの3番選手がかなりいいスピードで来ましたよ。張りながら張りながら残しに行ってますけどね。1、2、3ですかね。1、2、3、しっかり残しきりましたね。惜しくも1点外にはならずですかね。1、2、3、しかし的中。1、2、サーブロックとゴールですか。これで3連発と。2番の楠野が最終主導権。さすがですね、宿口でした。さすがの仕事だな。もうまだ見てるよ。から余力十分。1番の宿口純平。ああ、1、2、3だな。猪木ですね。猪木さんが来たら猪木来たわ。宿口、そして体勢2着なんですけれども、2番の楠野が出ておりますが、外は3番の宿口。さすがだな、宿口。余裕がありすぎたな。さすがはっちゃんと、ありがとうございます。的中した方おめでとうございます。さあ、誘導と距離を空けて5番の子が、いや、行った。いや、もう絶対行くっていう感じですね、子が。あ、行きますね。これ無理ですよ、小笠原。引くしかないっす。これ早めに引かないと小笠原も良くないっすね。もうどうせ引かされるんで、もうまくりしかないっすよね。あー、それはやばいよ、小笠原。やらかしたんじゃない。中途半端だね。あー、引いた。引かないとダメだよね、これはもう完全に。あー、小笠原テンパってますね。大丈夫か。もうここが全部突っ張るっていう感じですからね。あ、行きましたね、ここが。もうここからピッチ、ハイピッチですね、これは。もう7着でという感じですね、ここが。はさあ、これは期待に応えたいですけどね、山本は。もう3番選手は切れたと。3人の勝負になるのか。さあ、もう踏みたいね、これ踏まないと。踏まないとこれはまくられちゃうね。さあ、踏みに行ったけどどうだ。ロックも伸びてくる。26、7、テレレテレレテレレテ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 レ267でしたか、アイバドは。取ったのが5番の子が、1番の小笠原、後ろ攻めとなりました。最終的に豆もも当てたみたいですね。これは267じゃないですか。子がこれで5着で回るのは凄まじいっすけどね。山田とラインの突き抜けとなりましたでしょうか。いやー、気迫が違ったな、子がの。もう5番の山本、そして6番の山崎、凄まじい気迫を見たな。7番の山田正幸、スタート取りからエグかったですよね。謎の取り来たと。267、134と悩んだ1点買いですけどね。かなりおっつけ落しましたけど、 30% 下落ぐらいでは我慢したのかな、多分。25% から 30% 下落では我慢したんで、90万ぐらいになったのかな。ちょっと言ってるか。29,200円。山本直樹、あ、違う、67,800円。100万いったんじゃないですか。100万いってるね。100万はいきましたね。オールイン成功。67,800×17.5、186,500円の的中と。捕まえましたね。あらい、お前もこれくらいやれよ。いや、無理でしょ。声が強いまで、あらい。いやー、いったねー。1750円。的中した方、おめでとうございます。一撃必殺でしたねー、決勝戦。むちゃくちゃ勝ちましたね、これで、今日は。最終レースだったんですけど、ちなみに今月の。僕の、今月のギャンブルの最終レースだったんですけど、オールイン成功して、大幅プラスでしたね。結果今月も回収率も 106%、107% ぐらいまで上がったと思うんで、今月も、なんとか勝ちで終われたと。途中やばかったですけどね、途中はやばかったんですけど、後半一気に巻き返したと。いうところでしたね。歴史したのは上田さん。一応残高増えるから確認しましょうか。194万のとこですけど、300万いくのかな。
はい、310万までいきましたね。購入は残念ながらできませんけど、70円なんで、310万の払い戻しになったと。的中した方、おめでとうございます。